マッピングとしては、走りに近い形でやっていたんですけども、周りの環境を含めて、追いつけ追い越せではないですけども、他も進化している中で我々としてもやっぱり、よりクオリティの高いものを、投影したいというところから、導入に至っています。決定的なものは、黒が出たっていうところが一番大きなポイントですね。他社さんのものと比較して、やった時にやっぱ黒が出るっていうことはやっぱコントラストがはっきり出るというふうなことを感じましたので、エプソンさんの、プロジェクターを選定させていただきました。もともと弊社がやっておりますマッピング自体評価はすごく高いんですけども、その中でもお客様の声としてもやっぱり、映像が綺麗になったとか、そういうお声をいただいてるんですけども、一方でそのスタッフの方ですね、スタッフの方もやっぱり運営がしやレーザーに変えたことで運営がしやすくなったりとか、今までのものを知ってるがゆえにですね、映像がすごく綺麗になったということでですね、まだより自信を持ってこうお客様にもお勧めできるコンテンツとしてですね、誇りに思えるというようなところが生まれたっていうのが良かったですね。他の導入効果としてはやっぱりこうSNS の発信をやっぱり今の時代たくさんしていただきたいっていうのもあって、なるべくこう写真映えするものであったりとか、やっぱりお客さんが共感していただいてそれを発信していただけると思いますので、たくさん出していただいておりますので、すごく効果が合ってるというふうに思っております。ハウスでもその街並みを生かしたコンテンツができないかなと思っておりまして、より規模の大きなものであったりとか、よりそのシーズンを生かしたものとかですね、お子様たちに楽しんでもらえるようなデジタルコンテンツとかですね、そういうものもできていくといいかなというふうには思っております。それと我々が今後獲得していきたいというか、より多くの、ファンの方にファンになっていただくためにはですね、やっぱり地元の方にこうファンになっていただくっていうところがまず先決だと思っておりますので、まず地元佐世保長崎、そして九州福岡ですねを含めたところでの九州の皆様により来ていただけるように努めていきたいなというふうには思っております。ランププロジェクター3台を平置きの状態で、マッピングをしてた。これを、今回レーザーに変えることによって台数を2台にして、で、ポートレート縦置きポートレートでの投射が可能ではないかということでシミュレーションを重ねていったところで、今回既存のメーカーさんとエプソンさんの3万同じ3万ルーメン同士で、比較対象してみようということで、両メーカーの、実際に、投影テストというところになりまして、ハウスセムさん側がエプソンさんの、プロジェクターの、コントラストだとか、それから特に黒が綺麗だったという評価をいただいて、今回エプソンさん側の3万ルーメンに、決定したっていうのが、経緯ですね。選択する中で一番今回近距離で倍率の高いレンズっていうのを求められてたんですが、それに合致したレンズを、ただ持ってらっしゃったというのも非常に大きなファクターになっていると思いますね。従来の上映に比べて非常に高いコントラストだとか、コンテンツのメリハリって言いますか、今まで見えなかった色だとか表現できるようになったっていうのが非常に収穫になりまして、次のコンテンツリニューアルコンテンツに対しての制作に非常にいい影響が出ました。